はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、一番くじの、賞をね、開封していくということでね、前回前々回とね IH、で G までやりましたね。はい、ということで、今回からは、フィギュアになりますね。はい、では、ご紹介しましょう。こちら、はい、E 賞ゴテンクスフィギュアですね。はい、こちらをね、実際に開封して出来の良さとかね、そこら辺を、見ていきたいと思います。はい、ではね、とりあえず、開封したいと思います。はい、箱から出した状態まで持ってきましたが、こういう感じですね。説明書かなんかこうね、組み立て図と、台座、支柱、支柱が2本ありますね。で、もう本体はそのまんま、もう胴体と一緒につながってる状態で、梱包されてますね。はい、ではね、早速、開封しても組み立てちゃいます。はい、ということでね、組み立て終わりました。はい、ではね、見ていきましょう。はい、じゃじゃじゃんと。はい、かっこいい。いや、これはね、結構ね、やっぱね、期待通りですね。はい、自分、今回の一番くじでもね、期待値が、一番高かったかもしれないな、このゴテンクスに関しては。いや、これかっこよくないですか、これも。いやー、これはね、よくできてますね。いや、この髪のボリュームといいね、まあ、スーパーサイズ3だからね。もう支柱が2本ついてるんで、しっかりも固定されて支えられててね。はい、いやー、もうこのね、ゴデンクス独特のこのね、ポーズみたいなのもすごい合ってますしね。もう顔もいいですね。うん、特にね、塗装のムラとかもないですね。うん、いやー、これはね、いい。こうゴテンクスいいな、これ。やっぱりちょっと期待してた通りというか、期待以上の出来かもしれないですね。いや、これはかっこいい。いや、ゴテンクスフィギュアはそうそうないしね。まあ、ここまで躍動感があるやのもね、そうそうないからね。いや、これはいい。うん、すごい、これ。いやー、これはいいですね。はい、今回のね、衣装、とてもね、自分的には、大満足な出来だと思います。はい、まあ、これを見てね、まあ、くじもやってないと思うか、うん、まあ、まだね、残ってたらやってね、狙ってみるのもいいかもしれませんし、まあ、メルカリとかね、オークションでも安く、まあ、安いかどうかわからないけど、まあ、くじ引いて解消ばっかよりはね、買った方が安上がりという可能性もありますんでね。特に今回のくじはね、前回ほど高騰とかしてないんでね、まあ、なんとか、手に入る範囲内ではないかなって思いますね。はい、ということでね、今回は、E 賞の、ゴテンクス、こちらをね、開封して、紹介させていただきました。いやー、ほんとね、出来はね、お墨付きです。はい、めっちゃいいし、かっこいい。うん、これはコレクションの一部としてね、もう入りますね。うん、
では、次回はね、B 賞はね、ちょっと開封はしないんですけれども、A 賞を開封したいと思います。はい、ということでね、続き、ご覧になられたいのならば、すいませんね、今ねちょっとね何言ったらいいのか分からなくなっちゃったんですけど、チャンネル登録してね、お待ちいただければなと思います。はい、あとねいいねボタンを押していただけると、今後のね、動画のね、クオリティアップや、やる気にもね、つながりますんでね、ぜひいいねボタン押してください。では今回は、これにてご視聴どうもありがとうございました。